わ、めっちゃ噛んでるかも。残念ながら根元から埋まってみる。雨降りそうだからこれ早く立てれてよかった。なんかいつもと違うの2つぐらい乗ってるんだけど勝手に買った。勝手に買った。初エアテントスタート。変な音した。どうなるんだろうこれ。謎すぎる。皆さんおはようございます。加藤の YouTube のゆうです。はい、辻本です。今日は麓っぱらにこれから向かうところなんですけど、もうちょいでもう着くよね。着くよ、もうすぐかな。だいぶ久々の麓っぱらだと思うんだけど。そんな久々？春頃だよ多分。今日はちょっと天気が心配なんだけど、もうすでに曇ってるね。どうなんだろう。お、麓っぱらの隣に、うわめっちゃ混んでるかも。着いたね。着いた。うん。富士山が見えない。残念ながら根元から埋まってます。あれちょっと見えてんの。あれちょっと今あの黒いのちょっと見えてんの富士山。あれ富士山だと認識できない。根元です富士山の。まあちょっと天気も微妙なのでタープ立てよう。そうね、タープ立てようか。雨よけ作ろう。そうしましょう。タープできました。立った。雨降りそうだからこれ早く立てれてよかった。いや本当だね。こんな感じ。サイズ感過ごせるよね。うん、過ごせる過ごせる。こんな感じだから。でこの中にテント立てちゃって、うん、やれば問題ないかな。私が身長167センチなんですけど、こんぐらい。いや真ん中はもうめっちゃ余裕。2メートルぐらいいけんじゃんね。うん、よかった。本当雨降る前にタープ立てれて、ね、よかった。じゃあテント立てますか。立てよう。なんでこれ、うん、ね、ん、なんかあれちょっと待って。なんかいつもと違うの2つぐらい乗ってるんだけど。いろいろ買い替えました。買い替えたの、これ、こっち、これ、え、出してみ、待って、え、すこれか、なにこれ、と、とも、とも、とも運と、トモウン、お、読めた、読めたな。トモウンと、トモウンとって発音は分かりませんが、トモウンとって何。これ私が欲しかったインフレータブルテントというか。インフレータってなんだっけ。エアーテント。エアーテント、嘘でしょ。勝手に買った。勝手に買った。信じられない。嘘でしょ。エアーテントが欲しかったんだ。それはさ、ずっと言ってたの。私はエアーテントが欲しかったんだ。だからとうとう見つけてしまった。今日雨降るかもしれないけど、いいんですか、お乳テント。だからタープを立てました。だからこの形だったのね。そう、くそ、全部やられた。見たことあるでしょ、エアーテント。ある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 。重たい。いや、いつものさ、なんだっけ、かまぼこテント、DOD 同じぐらい。こっちの方が軽いかな。まああっちの方がでかいからね、うん、こっちの方がなんだろう、軽く感じるの。いいね、気のせいかな。では立ててみよう。マジで。空気で立つんだって。ポールいらないんだよ。こういうのないんだ。うん、ないんだって。じゃあすごい楽じゃん。楽だと思う。知らない。知らないけど買った。やるか。なんかね、まず引きたいのよ。あ、引くのか。下に汚したくないから、まずね、これを下に引く。このサイズがいいみたい。トモウントのエアーテント、小さめのやつなんだけど、
多分ちょうど下に引けると思う。いいね、汚れないし。これをまず引きたい。横長だよ、これと一緒。開けてみよう。うん、開けます。初エアテント。うお、待て、すごい、でかっ。これで入れるってことか。これでこうやって入れるのね。怖え。爆発しないかな。いや、本当だよ。風強い。次、なんかペグが一応入ってる。で、これがもうテントだ。出せる？ちょっとやってみます。あ、簡単簡単簡単だ。あ、見て。あ、説明しよう、これ。しかもくっついてるタイプだ。あ、いいね。うん。あ、でもちゃんと日本語で。あ、書いてる。書いてる、書いてる。よかった。インフレーターのバルブを開けて空気を入れます。気圧計の針がグリーンに達すると空気入れをやめください。あ、なるほど。それじゃあ爆発するね。なるほど。オッケーオッケー。じゃあ、やります。まずそこやろうか。そうだね。広げるんだね。よいしょ。そう。あ、簡単簡単。はい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 。ん？え？何が？空気の方入り口もしかして。どっちが入り口これ？あ、空気ここは発見。空気のある2点が側面側に来る。じゃあこっちかこっちに来ればいい。あった。で平らに広げるのか。でペグはここ？先に打つ？空気入れてからいくか。ね、形が分かんないから。じゃあちょっと分かんないけど、先空気入れよう。うん。じゃあ空気入れ。こいつはでかいね。けどこれが入ってると思わなかった。確かにね。こんなでっかいのが。小さく収納されてたから。この子をこっちに刺す感じかな。そこから全部入るはず。あー、やり方がちょっと分かんない。俺がやる？ちょっと私がやってみる。一人でできるか？うん。やってみる。エアーテント、女性でも一人で立てれるか。まずその組み立てか。うん。で、これをここにつける感じかな。お、すげえ。感覚？感覚だね。で、わかる。あの、書いてないの。あ、じゃあ書くほどじゃないんだよ。うん。なんかもうそのままの感じでいけるんじゃないですか。やってくださいってことかな。これをまずつけます。あ、こうだこうだこうだ。入った入った。ここかな。あそこを回すんだね。うん。で、多分これでいけるんだね。風出てる、はい、出てる出てる。多分どれかノズルみたいなの入れる感じ。どれなんだ。え、いっぱいある。なんかそれいっぱいありすぎない。そっか、ここに入れるから。じゃあまずこれをはめます。うん、今はまった気がする。はまりました。あ、じゃあそうだそうだ、あっちもね止めなきゃダメだ。みんなこれミスするんだって。ここ今閉めたじゃん、うん、あっちがね、あっちも閉まってないのを忘れてここに空気を入れ続けて、あー、そういうこと。永遠に膨らまないっていう事件がそれは事件すぎる。みんなよくやるんだって。なるほどね。だからそう、注意点は、うん、あ、こっちも閉めたらこっちもまず閉める。あ、閉め、開いてるでしょ。開いてる開いてる。そうそうそう、ここから抜けるんだって。なるほど。多分ね、こっちとこっちが繋がってないとみんな思っちゃうんだよ。1個でもね膨らむみたいよ。なんか1個でもやってる人見た。 OK OK。あ、なんかけどこの一個なんかあるけど印なんじゃない？これ違う。こいつ使ってくださいってこと。うん。で、ここに刺します。合ってる？はまった。まずはまらないと違う穴が。はまった。あ、はまった。うん、はまってその赤いの回せばいいのか。これで固定されるのかな。はまった。よし。で、さっきの話だとこの緑のところでストップ。あ、緑のとこまで、あの圧力が来たら、うん、空気圧。さて、これ空気でどんだけで入るか。ストップウォッチやってみよう。そうね。行くぜ。よーい、スタート。変な音した。お、合ってるかな。入ってる。うん。あ、出てない出てない。ちょっと変な音してたけど。よし。両足。あ、入ってない。あ、入ってる。膨らんできた。あれ、なんか抜けてる音する。抜けてる抜けてる。ダメだ。え、なんで抜けてる。そこがシューンって音するけど、え、空気抜けてないの。あ、抜けてないんだ。これ抜けてない。入っていってる音か。多分面白い。あの、どんどん送ってる音かも。あ、膨らんでる気がする。やってみよう。うん。あ、膨らんでない。膨らんでるかも。え、どういう、どうなるんだろうこれ。謎すぎる。せーの。あの、
だんだんね。おっ、バフってなったこれ。立った。クラブが立った。なんかね、硬くなったらちょっとね、伸ばしたりしないと入らないみたい。あ、なるほどね。そう、整えながらやると空気の通りが良くなる。あ、すごいよ。あ、できるね。すごいよ。おお、そういうことか。あ、そっちね。こういうことですね。あ、空気入れたら、あ、もうなんか取った。早っ。待って、もうちょいもうちょい。あ、硬い。めちゃくちゃ早いよ。けど入ってるね。あ、ちょっとね、形悪いわ。あ、すごい。はいはいはい、簡単に持ち上がるね。よし。さあ、できるのか、一人で。倒れてる。え、硬い。緑いってない、大丈夫。押すときに行く。折れてるかも。ちょっと整えるわ。うん。一回立てちゃうよ、普通に。あ、そうそうそう、はいはいはい、めちゃくちゃ折れてる。お、お、すごい。立った。お、こんな感じか。待って、立ったよ。すごいね。もうちょい。あ、行った。あ、行ってるってこと。ちょっと整えてみて。ちょっと整えます。今もしかしたら緑のとこ行ったっぽくて4分経つか経たないか。4分パンパン。あ、パンパンだよ。パン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 。あ、すげえ。終わり。嘘でしょ。終わり、終わったのこれ。終わった。ちょっとシコリコやってただけだよ。空気入れてちょっと戸惑った時間も合わせてんのに、うん、4分ではもう完成したよ。早っ。早っ。多分押すときにお緑行くんですよ。あ、押すときに緑なのか。ほら今ここだよ。だってもうシューンって戻るから。あ、これ押すときに緑だ。そっかそっかそっか。そうそう、そうだ、ね、無理くりやるとこでした。あ、じゃあこれは折れてんの。あ、多分これ整えればいいんだと。整えたらいいだけ。引っ張ればいいんじゃん。あ、整う。だからそのちゃんとペグ刺してからみたいなことなんじゃない。ペグ刺してからやれば勝手にここを軸にビューン立っていくわけだから。そうか。そう、じゃあやっぱり正しくは、うん、まあ足場、うん、こう見つけて、そう、ペグをこう4つ刺せば、うん、刺せば、まあ、空気入ればしっかり勝手にもしかしたら立ってくれるかもしれない。こうやってヒュンって。あ、それ今度やってみよう。そう、形分かんなくて足場が分かんなかったんだよね。そう、分かんなかった全然。あ、一回やってみると分かるかもね。分かる。どんな感じ。ポール硬い、ね、カッチカチ。入れすぎたかなって思うぐらい。思うぐらい。てかあんな早く終わると思わなくて、うん、絶対まだでしょうと思ってた。え、これ多分真夏でも全然余裕でできます、このぐらいの力加減なら、うんうん、途中硬って思ったけど、ね、もう大丈夫だったんだと思う。硬くなった時に、ね、わー、すごい。女性でも4分でいけました。しかもさ、めっちゃ形可愛くない。これめっちゃ可愛いやん。可愛い。トモウントのインフレータブルテント完成。え、ありがとうございます。いや、ちょ、これ欲しかったのよ。だからちょこちょこ貯めてたのよ。勝手にテント買ってって思ったけど、うん、ありがとうございます。どういたしまして。けどすごい、ちょっとぐるって見てみよう、うん、ちょっとね、タープがあるんで近いけど、ちょうど収まったよ、こんな感じ。めっちゃ可愛い。いいね、やった。すごい、めちゃくちゃ可愛いよ。これいいね。素材はかまぼこテントと似てる。触り心地はね、このチーズタープとは違う TC 素材じゃない気がする。そうだよね、俺ね、うん、トモウントのオックスフォードの方をね、購入したんですよ。みんなよくね、レビューしてんのはね、ポリコットンの方なの。ポリコットンはこういう方なのかな。ポリコットン、うん。素材についてはよくわからないんですが、結構オックスフォードのレビューをしてる人がいなくて、でポリコットンの方がね、1万円ぐらい高いのよ。あ、じゃあ安い方ってこと。アマゾンでは、オックスフォードの素材だから、もしかしたらね、正直安っぽいのかなと思った、見た目が。見て、全然安っぽくないよ。お、ここ開くんだ。夏場も通気性が良さそう。あ、よかった。めっちゃペラペラなのかなと思ったら全然だったわ。いいね。いいじゃん、中いいね。すごい。あ、ね、なんかさ、うん、こっちの柱折れてる。大丈夫かな。ちょっと折れてるね。ちょっと戻った。あ、大丈夫じゃん。外側の横は閉まるんだけど、うん、下が言ったらチャックがないので、うん、あのここがちょっとスースーな感じになる。あ、真下だけね。そう、この横は完全に閉まるけど、うん、ってことか。そう、でここの下だけが、下だけがもううちのインナーのこの網のチャックだけで、はい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 、あとはないな。今横しっかり閉まってて、うん、だからここだけスースーしちゃう。開くんだね。ほら、ちょっと今隙間見えるかな、これから。本当だね。マジ手もないのか。ない。マジ手つけるか。
自分でつけちゃってもいいね、うん、ちょっとあの冬場とか風が入ってきちゃうね、うん、ちょっとスースーする、夏場は特にいいけど、あ夏場はいいね。でこっち横も開くんでしょ。横開く、よいしょ、あしっかり開くね結構。あ開くね、おお、あいい景色です、ちゃんと見えるよ。あ本当だ、立てる、私立てます。あ今気づいたんだけど、うん、ここ紐ついてる、だからここになんかライトとか吊り下げられるし、あいいね、あそこもなんかあるんだ、これフックあるから、ランタンかけれる、ゴールゼロとか、うん、なんかしらいけると思います。あいいね、そういうのがついてんだね。そうこれポケット裏にも、そうだね、もう2箇所立てる、真ん中全然これ立てるのめちゃくちゃ大事。確かにいつもさこうやってこう着替えるのってすごい大変じゃん。どういう感じ？こういうそれ顔必要なの。顔大事。そうだからこうやって履けるのはいいよね、着替えたり。確かにね、うん、完成、ちょっと整えてみますか、まずね。そうだね、ペグ打ったりね、はい、はい、終わった。では簡単にペグとか打ちました。うん、しっかり立ったね。やっぱ地面しっかり決めたことでこうよりテントが安定した。めっちゃいいじゃないですかこれ。あとね、もう一個伝え忘れたことがあったんですけど、うん、はい、窓、ここに窓がありました。かわいい。中からはどんぐらい見えてる？もう全然見えます、はっきり。あ、まああの網戸越しに見えてるかなって。こっちと同じ感じかな。こっちはあんまね、中の人そんな強く感じない。こんな感じ。そうだね、そこまではっきり見えるわけじゃなくて、はい、これがまあ窓になってたので、あ、まあ、中から外は見えやすいです。同じかな、これどうだろう、網戸越しの目線です。あ、見えてるよ。外から中見るよりは、うん、中から外の方が、あ、全然見えてんじゃん、カメラで見ると。そうそうそう、いいじゃない、この目の前に富士山がいれば。もういない、いないね。そう、後ろも同じように窓開けられるんですけど、あ、めちゃめちゃいいですね。お、雨、雨、やば。ちょっとちょっとにいろいろ開いてるよ。ちょっとちょっと、はい、いやちょっと寒いからこれを出しましょう、うん、結構前に買ったんだけどね、うん、本当は外で足元をちょっと冷やせばいいかなと思って買った。冷やせばいい、うん、あ、なんて言った？冷やせばいい、言ってないよ。言ったよ、冷やせばいいって。うん、おかしいじゃん日本語的に。言ってないよ。言ったよ。言ってないよ。言ったよ。ちょっとでちょこっと温めるために、これね、クラウドファンディングサイトで購入したんですよ、うん、だからちょっと定価とかちょっと忘れましたけど、はい、なんかシャンクヒーターっていうのかな、名前がシャンクヒーター、うん、今ね普通に販売してると思うので、うん、サイトがあったら概要欄に貼っておきます、はい、これめちゃめちゃいいんだよね。簡単に言えばちっちゃなボンベヒーターです。あ、ボンベか。もうキャンプに絶対持っていくこのガスボンベがあれば、うん、こうヒーターになるってわけですね。ちっちゃいね。ちっちゃいのよ、はい、足元とか手元とか、うん、こんなちっちゃなテントを温める分にはいけるんじゃないかなと思ってちょっと試します。今日寒くなってきたよね。いや、めっちゃ寒いよ。パーカーだけじゃもう耐えられないね。耐えられない。で、なんかこの見た目気にする方はここにね、はい、写真とかね、こういう動画とか可愛く撮りたいなって方はこういうのも。それは正式なものですか？正式です。一緒につけていただきました。おー、じゃあつけますね。はい、これここを回すだけだったと思います。押し回し、押し回し、あ、つきました。ついた、ついた、あったかい。本当に今寒くなってきたんですよ、うん、いやー、あったかいわ。危ない、風邪ひくとこだよね。そう、やっぱりこのふもとっぱらも標高が高いんでガンガン冷えてくるんで、ちょっとこのテント内温めるために、うん、このシャンクヒーター出しました。なんかね、この付属品もあるんですよ。今も売ってるかちょっと分かりませんが、はい、これは当時のクラウドファンディング、こうほら、え、それ何に使うんですか？ここでもあったかいじゃん、うん、温めたいものを置くとか、シェラカップとか熱しても大丈夫なものとか、ああ、いいかも。で、中にスープとか、ああ、
あの温かいものだったらここに置いといても、うん、ずっと温かいままではいられる。いいじゃん。でもちょっと大きめだとこんな感じ。無理だね。まあ使ってません僕は。そうですね。必要な方には必要かもしれない。そうだね。はい。熱燗とか。熱燗だったらバッチリかもしれない。ね。うん。持つときに手袋だけあれば。そうだね。いけるんじゃないかな。あれ？もうなんかすでに温かい気がする。いやいいね。いい。ちょっと温めます。はい。はい。あ、寒い。寒いね。うん。風強くなって雨降ってて、ちょっとどうなるんだろう。夜怖いね、少し。強風は怖いです。タープ立ててるので、タープがぶっ飛ぶ事件よく聞くんで。さっきさ、他の人のところのタープのポールぶっ飛んでたよね。そう。さっきね、売店まで行ったんですけど、車で。抜けてたよね。抜けてた。タープね。うん、で人がいなくて、それだけブラン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 って。危険すぎる。早く帰ってきてと思って願ってますが、まあそういうのもあるのでね、長めのペグでタープはやりましょう。風強い日はね。だね。はい。それはリンゴですか。そう。まずちょっとリンゴジャムを作ろうと思って。リンゴジャム。ちょっと時間かかるから。何時間？受けれなかった。そこは乗るんやと。乗るんやな。2日ぐらいとか。なるほど。リンゴ剥くのうまくない？そう。リンゴ剥きはもう小学校の時から永遠にやってたから。小学校の時から永遠にリンゴ剥きをさせられてきた家庭なの。そんな人たちには見えなかったけど。いや違う、勝手に剥いてた。リンゴ剥きなさいと。違う。永遠に。別になんか剥けって言われたわけでもなく、うん、なんかいつの間にか剥いてたよね。いつの間にかリンゴを剥く子供だったんですね、うん、そう。好きだったの？全然別に。はい？できた。すごい。繋がった。これできない。全部いったよ。全部いきました。なんか自動でこうくるくる回して切るやつよりも優秀じゃない？そう。リンゴジャムが待てずにもうエビせん食べてます。エビせん食ってるよ。これは。はい。お昼ご飯にしたいと思います。待ってました。はい、お待たせしました。今日私がお昼ご飯担当しましたが、はい、何ですかこれは。あのですね、今日本当にいろいろ忘れて、うん、お昼ホットサンドでパイを作ろうと思ったのに、うん、はい、ホットサンドメーカーを忘れました。はい、なのでフライパンで作りました。はい、マシュマロの時あったのにね。そう、あの時はあったのにっていうということで、はい、はい、とりあえず乾杯しますか。乾杯やったら、うん、何買ったっけな。キリンのスプリングバレーシルクエールで、はい、このようで。私は正気のサタン。もう見た目の名前で買ったでしょ。うん、はいはい。ちょっとアルコールが弱いらしい。 0.7%IPA だと。そう、だいぶ少ないね。乾杯。はい、乾杯。はい、ではいただきます。いただきます。うん、うまい。おう、すごい味。うん、じゃあミートパイ。そう、ミートパイ作ったんです。チーズ入りの。あ、チーズ入り。そう、本当はホットサンドでやる予定だった。そうなんですよ。こんな感じ。ちょっと焦げましたが。
ではいただきましょう。いただきます。ありがとうございます。はい、うん、お、うん、うん、うん、おいしい。よかった、ミート。うん、ポイントはこのひき肉を炒めるときに、うん、これ志麻さんってあの料理の方で学んだんですけど、うん、ひき肉はちゃんとこう両面焦がしてからというか、うん、しっかり焼いてから崩すと旨味成分が出ておいしいって言ってたんで。ああ、スーパーから買ってきたものドンってやつね。いきなり崩すと焦げ目つかないから、うん、もう、あ、おいしい。うん、おいしい。でもホットサンドでやればもっとサクサクにできるんだけど。あ、ホットサンドでやった方がもっとおいしかった。うん、うんってちょっと劣化版なのに、うん、ちょっと美味しい。じゃあデザートできたんで、はい、ちょっと召し上がっていただけますか。デザート、デザートです。ありがとうございます。はい、またパイなんですけど。またパイ、またさっきパイ食べたんです。中身は違います。そうでしょうねアップルパイです。そのジャムだったんですね。はい、そのリンゴでジャムを作ってました。そのリンゴでジャムこれも冷凍のパイシート買ってリンゴジャムをじっくり作って、うん、であとはもう簡単でキリみたいなクリームチーズを中に入れて、うん、その上にリンゴジャムも乗せて、でも焼くだけって感じです。すごい。で本来であればこれもホットサンドでできるものでございます。ホットサンドでやった方がいい。はい、まあお家だったらもうトースターとかでやった方がパイはいいんじゃないかなと思うんですけど。美味しそう。いただきます。どうぞ。熱いね。うん、うん、おー、うまっ、うまっ、おいしい、おいしい。ジャムがめちゃめちゃおいしい。こう自分でジャム作るとなんか高級感出るねまあゴロゴロだからか。あ、そうですね。私結構リンゴを大きめに切ってたんで、うん、なんかそれもまた食感あっておいしい。そっちのが合うんじゃない、こっちの。そうだね、パイにするにはおいしいもん。はい、ありがとうございますありがとうぜすなんてありがとうございます。いや、初めてのテントを無事建てれて。無事というかめちゃくちゃ簡単に。そうだね、建てました。すごい簡単に建てれて最高ですね。雨の日これでいいじゃん。タープにこのテント、うん、すっぽりはまってるんで、うん、でもいいのでまたね、はい、このスタイルどんどん試していきたいなと思います。はい、ということでチャンネル登録またの方ぜひしていただけたら嬉しいです。皆さんもおすすめのテントとかございましたらぜひ教えてください。コメント欄の方でお待ちしてます。あとはこの後の動画で続編続きますので、そちらも続けてチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで次の動画でお会いいたしましょう。はい、またね。